猫学びの受験英語塾。ズボラさんもエキスパートさんもいらっしゃい。はい、猫学びです。今回は英単語、語彙力、爆速爆増、スポーツ編、その4です。ちなみに、私、猫学びのプロフィールは概要欄をご参照ください。猫学びチャンネルでは、英語の学習動画を定期更新していますので、ぜひチャンネル登録してご視聴いただけますと、とても嬉しいです。ディレイ。ディレイ。タイミングを遅らせることや、遅延行為などで、ディレイという言葉が使われていますね。動詞と名詞の働きがあり、遅らせる、遅延という意味です。過去分詞の形容詞用法、ディレイドとして、遅延した状態を表します。遅いという言葉から、レートという形容詞が思い浮かびますが、両者の違いは、ディレイドは動作が遅いことで、レートは時間的に遅いことを表します。例としては、ディレイドフライトは、出発や到着が遅れた飛行機で、レートフライトは、遅い時間帯の飛行機を表します。Let's pronounce. Delay, delay, delayed, delayed, late, late, delayed flight, delayed flight, late flight, late flight. テクニック、テクニック、テクニーク。テクニークとテクニックは本来は微妙な違いがありますが、日本語では技術や技法と訳して特に問題ないです。英語の発音、アクセントの位置に気をつけてください。人を表す単語はテクニシャン。形容詞はテクニカルです。いずれも日本語としてすでに使っていますね。テクノロジーも日本語として定着していますが、こちらは科学技術を意味します。形容詞はテクノロジカルです。ちなみに、スキルは熟練の技を意味して、メソッドは方法。その道のプロになる方法、というような使われ方をします。Let's pronounce. Technique, 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 technician, technician, technical, technical.Technology, technology, technological, technological, skill, skill, method, method. デッド、デッド。ボールデッドやデッドボールなどで使われるデッドは、死んでいるという状態を表す形容詞です。名詞は、です。動詞は、die です。死ぬの die ですが、日本語では、死ぬよりも、お亡くなりになるという表現があるように、英語でも直接的な表現を避けるために、パスアウェイという言い方もあります。die の現在分詞は、dying となります。スペルに注意してください。死にかけている、死の間際で、という意味です。ミステリー小説などに登場する、dying メッセージですね。be dying to で死ぬほど何々したいという表現になります。I'm dying to eat ice cream で死ぬほどアイスクリームが食べたいという意味です。dying の反対、undying は不死の、不滅のという意味です。Let's pronounce die, die, pass away, pass away, death.Death, dead, dead, dying, dying, undying, undying. ドラフト、ドラフト。ドラフトには名詞と動詞の働きがあります。スポーツ界ではチームへの入団交渉権を獲得するための制度ですが、もともとは軍隊への徴兵をドラフトということに由来するそうです。他に、契約書や演説の原稿の下書きもドラフトと言います。社会に出て働くようになると、契約書のドラフトという言葉はよく出てきます。それ以外の意味では、
生ビールや隙間風などいろんな意味がありますが、とりあえずは主にこの3種類の意味を覚えておきましょう。それぞれの意味での慣用句を挙げますと、ファーストラウンドドラフトピックでドラフト1位指名、エスケープザドラフトで徴兵を逃れる、ドラフトアグリーメントで契約書の草案、下書きとなります。 Let's pronounce draft, draft, first round draft pick, first round draft pick, escape the draft, escape the draft, draft agreement, draft agreement, half, half, half はハーフタイム、ファーストハーフ、ハーフスイング、ハーフボレー、ハーフマラソンなど、スポーツで頻繁に使われる言葉ですね。名詞、形容詞、副詞の意味を持ちます。名詞、ハーフの複数形は、ハーブスとなります。動詞、半分にするは、ハーブです。クォーターは、4分の1。ホールは、全部です。ホールケーキのホールは、丸ごと全部のケーキを意味します。ハーフ&ハーフで、半分半分。インハーフアンアワーで、1時間の半分、つまり、30分で、を表します。It's half past five は、5時を過ぎた半分、したがって、5時半を示します。Let's pronounce half, half, halves, halves.Have, have, quarter, quarter, whole, whole, half and half, half and half, in half an hour, in half an hour, it's half past five.It's half past five. チョイス。チョイスは、選ぶこと、選択すること。動詞は、choose で、chose、chosen と変化します。選ぶ、選択するという意味では、select、selection も同じ意味ですが、こちらは、慎重に、厳選して選ぶという意味合いがあります。choice between the two。二者択一。セレクションインタビュー、選考面接となります。Let's pronounce choice, choice, choose, 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 chose, chosen, choose, chose, chosen, select, select, selection.Selection, choice between the two, choice between the two, selection interview, selection interview. Feint, feint, feint 攻撃などと使われますが、これは見せかけの行動や牽制で、相手を誘導して欺くことですね。名詞と動詞の働きがあります。このフェイントと同じ発音、別の綴りで、フェイント。かすかな、気絶、気絶する、という単語もあります。音や色が消えていく、薄れる、という時は、動詞フェードを使います。フェードイン、フェードアウトと、こちらもすでに使っている言葉がありますよね。Let's pronounce, faint, faint.Faint, faint, fade, fade, fade in, fade out. Fake, fake, 偽造することをフェイクと言いますが、名詞、動詞、形容詞の役割を合わせ持っています。スポーツではフェイクモーションなど、フェイントをかけるときにも使う言葉ですね。フェイクイルネスで、
仮病を使う。フェイクニュースは、そのまま、フェイクニュースで、偽のニュースのことですね。同じような意味を持つ単語で、イミテーションがあります。フェイクは、悪意を持って偽物を作るという意味が含まれていますが、イミテーションは、模倣や真似をすることには変わりないのですが、例えば、上手な人の技術を真似するなど、いい意味でも使われる言葉です。イミテーションの動詞は、イミテイト。形容詞は、イミテイテイブです。Let's pronounce. Fake. Fake. Fake illness. Fake illness. Fake news. Fake news. Imitation. Imitation. Imitate. Imitate. Imitative. Imitative.ファウル。ファウル。ファウルは、スポーツでは反則。野球ではそのまま、ファウルとして使っていますね。ファウと発音しますが、スペルは、F、O ですので、注意してください。この単語には、名詞、形容詞、動詞の用法があります。形容詞、ファウルには、不正の、不快な、汚いなどの意味があり。動詞は、汚す、汚す。汚染するなどの意味もあります。ファウルプレイで反則行為。ファウルランゲージで汚い言葉。ファウルスメルで悪臭という意味になります。ところで、ファウルをした時に与えられるのはペナルティーですが、英語ではペナルティーの定にアクセントの位置があるので気をつけてください。Let's pronounce. Foul. Foul.Foul play, foul play. Foul language, foul language. Foul smell, foul smell. Penalty, penalty. フォワード、フォワード。前方を意味するフォワードは、サッカーのポジション名にもなっていますが、スポーツ以外でも、主に副詞、前方への意味でよく使われる単語です。副詞は、動作の方向を示すときに、形容詞のときは、前向きな態度やアプローチを表現するときによく使われます。さらに、動詞の働きをする場合もありますが、貿易で、貨物を転送するなど、主に、専門的な用語として使われる傾向があります。フォーワードの対義語は、バックワードで、後方を意味し、名詞、副詞、形容詞として使われます。品質問題を例示しますと、look forward は前方を見るという意味ですが、look forward to プラス名詞、動名詞で何々を楽しみに待つという慣用句になります。よく登場する問題としては、to の後に動詞を選ぶか名詞を選ぶかという選択問題です。この to は前置詞で、引っ掛け問題として品質ですので、引っかからないでくださいね。動詞の原型を持ってくると、×です。例文としては、I'm looking forward to meeting you。意味は、私はあなたに会えるのを楽しみに待っていますとなります。また、日本語で発音するフォワードとは、英語ではアクセントの位置が違いますので、これも注意してください。Let's pronounce. Forward. Forward. Backward.Backward. Look forward. Look forward. I'm looking forward to meeting you. I'm looking forward to meeting you. いかがでしたか？ここで今、学習してきたことを小テストで復習してみましょう。それでは、スタート。Delay, delay.
Technical. Technical. Dead. Dead. Draft. Draft. Quarter, quarter. Choice, choice. Faint, faint. Fake, fake. Foul, foul. Forward, forward. The flight had a short delay due to weather. The flight had a short delay due to weather. He has a good skill for playing the guitar. He has a good skill for playing the guitar. My grandmother passed away peacefully last night. My grandmother passed away peacefully last night.
Could you send me the draft of the presentation? Could you send me the draft of the presentation? I'll be there in half an hour. I'll be there in half an hour. You can choose between two options. You can choose between two options. He made a quick feint before scoring a goal. He made a quick feint before scoring a goal. He was arrested for using a fake passport. He was arrested for using a fake passport. The referee called a foul on that play. The referee called a foul on that play. I look forward to your visit next week. I look forward to your visit next week. I apologize for the delay in responding to your request. I apologize for the delay in responding to your request.
Modern technology has transformed communication and daily life. Modern technology has transformed communication and daily life. We're dying to know the secret he mentioned. We're dying to know the secret he mentioned. We need to review the draft agreement. We need to review the draft agreement. The company plans to have its carbon emissions. The company plans to have its carbon emissions. She was the chosen winner of the competition. She was the chosen winner of the competition. The opening goal was scored due to his successful feint. The opening goal was scored due to his successful feint. The parrot can imitate human speech well. The parrot can imitate human speech well. Thank you.
The team was given a penalty kick for the foul. The team was given a penalty kick for the foul. Please step forward and introduce yourself. Please step forward and introduce yourself. 小テストの結果はいかがでしたか？単語の暗記は復習を繰り返すことが一番です。動画を繰り返し見て何度も学習することをお勧めします。英単語、語彙力、爆速爆増のスポーツ編はその後まで続きがありますので、ぜひご視聴ください。